アウトスキートチームデスマッチ、スチーム版ブラックスクワットオープンベータが始まったのかな。もう誰でもプレイできるような環境になっています。で、なんか始まった時にもらったこのタイプ95クロームっていう武器を今回使っていきます。で、前言ったんだけど、タイプ95は日本版で言うと AK12 の位置にある武器なんでね、まあ一発の威力が大きいけど反動が大きいみたいな銃で、私はだいぶこの武器は苦手なんですけど、まあ今回一回使ってみたいと思います。で、クロームって書いてるかな、光ってるね。確かにこの横の面が光ってますね。はい、ボム持ってるやつを撃っていく。お、びっくりした。しかもこっちに気づいてないか、気づいたひどい立ち回りをしてしまった。おっと、これ結構当たるな。まあ無理はしないとこ。スナイパーライフルの距離なんでね、私は横から距離を詰めていく。お？おお、なんだ？ナイフ持ってる。詰めるか。よし、ヘッド出て、一応リロード。弾がね、35ワッツとちょっと多めなんですよね、AK に比べて。威力も高いのに、弾数が多いってすげえいいんだけども、あんまり爆破とかやってたらリロードしなくてもいいかもね。お、いたいたいた。よし。まあ、こんな感じでね、ちょっと遅めに高速タップ、低速タップかな。タップ打ちで倒していきましょう。しかしこれ制御が難しいんだよな。もうなんかスナイパーライフルの音がいいね。グレを投げて、なぜかスモークも投げる。敵が出てこないんだよな。うわー、青い青いよ。ナイフで切られた。まあ使いやすいのかもしんないね、これは。あー、ダメか。ちゃんと頭抜かないと負けちゃうね。うん、お、横、赤点が多いんで横を攻めていこう。まあ、覗かなくても結構当たる。よし。あはは。結構当たるな。ほらほらほら、結構当たる。あ、やばい、ボームが。ボーム死しちゃったよ。あぶね。また下を攻めていきましょう。いた。お、なんだこれ、すげえ跳ねてるでしょ。あれはね、腰ダメ振ろうとはかなり上に飛ぶんで、結構下向けないと当たんないっすね。狙い放題だこれ。はい、ハンドガンでキルしていく。だいぶ今ので稼いだんじゃない。ちょっと引いて、あ、味方がもう突っ込んでる。で、味方がやられると。あ、また来るでしょ。お、音が聞こえる。さあ、どうだ。来るか、来ないか。来た。よし。あー、やべ、見られた。ちょっと下がろう。ちょっと下がろう。まあ、この間を通って表に行くっていう手もあるけど。あ、でも味方やられちゃったんでね。来た。来た来た来た。見えてる。おー、なんだ、すげえカバー入ってきたぞ。一気に3人。びっくりした。来た。おーっと、やっぱいたよね。で、奥。もうさすがにないか。あ、いた。やべ、すげえ。この距離だとダメだ、やっぱり。あー、ダメか。
ター21。この初期武器結構使ってる人多いんだよね。ちょっとあれ使ってみようか。日本版のブラックスクワットはタボール結構使いやすかったんだよね。さて、突っ込んでボム投げてきたんで、すぐ入ってくるぞ。ほら来た。うわ、当たんね。うわ、ボム飛んできた、また。で、すぐ入ってくるでしょ。入ってきそうなとこに、ボムを投げて。で、ボムで倒していく。お、マジか、これダメ。頭抜いたはずだったんだけどな。正面。いたいた。左入るか？いや、奥行こう。よし、一人やった。もう一人。もう一人やった。あれ？後ろか。いた。これ今のがなぜヘッドショットになるのか。おー、危ねえ。びっくりした。めっちゃいるじゃん。すげえびっくりした。こっちか。あ、いた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 。いたー。ヘッド抜いて。よし。まあ、同時でもね、倒せるね、結構。威力が、いかんせん威力が高い。で、グレを投げて、裏を見ていく。いた。一人やった。ダメだ。当たんねえな。横？あ、いた。よし。141。つかもうこれ結構ボロ勝ちじゃん。いた。おー、味方ナイス。こっちは俺がやる。で、奥まで入ったところで、一人。うわぁ、ダメか。そして終了。はい、タイプ95を使ってみました。まあ、なんか、まあ、AK とはちょっと違うけどね。ちょっと違うけど、まあ、ああいう雰囲気の銃かなっていう、威力の高くて反応が強いっていう銃ですね。まあ、多分もう使うことはないかもしれない。